ございます、おはようございます。愛子さん、まりちゃん、かずさん、太陽さん、おはようございます。ルルさん、おはようございます。元カレさん、おはようございます。アンディビさん、今日は台風の影響で、昨日ほど寒くありません。昨日はかなり寒かったです。ウニさん、ハレリア、今日はですね、雨まだ降ってませんね。雨は夜降ったみたいですけど、今は止んでます。静かですね。嵐の前の静けさという感じでしょうかね。嵐の前の静けさ。今日の夜ぐらいからかなり、悪くなると思いますが、納豆さん、さくらさん、おはようございます、おはようございます。はい、みかんさん、おはようございます。ルーさん、今朝起きた途端にお祈りしました、素晴らしい。ゆうさん、おはようございます、おはようございます。雨がですね、今晩ぐらいから降ると思います。あやぽんさん、おはようございます。今日の夜はですね、多分放送できると思いますが、明日の朝がちょっと心配で、明日暴風になります。ですからちょっとですね、明日の朝放送できるかどうかちょっと心配なんですが、ちょっと明日になってみなければなりません。桃次郎さん、おはようございます。場合によってですね、今晩は多分大丈夫だと思うんですが、場合によって明日の朝放送できない可能性がありますので、できるだけ放送したいと思いますが、もし、ですね、明日の朝放送なかったらごめんなさい、ね。室内でお願いします。そうですね、室内でしたいと思いますが、ただ教会に行けない可能性があります。暴風で教会に行けない可能性もありますので、明日になってみないと分かりませんが、そうですね、イエス様に委ねましょう、ね、イエス様に委ねて、できる限りしたいと思いますが、はい、今日のタイトルはですね、今日のタイトルはイエス様は悪魔を縛りに来られる。イエス様が悪魔を縛りに来られる。昨日の朝はですね、スコットとはということで、スコットカリオの祭りですね、カリオの祭りが14日ぐらいから始まります。1週間ですね、カリオの祭り。そしてこのカリオの祭りというのはイスラエルにとって一番のお祭り、一番の喜びの祭りなんです。カズさん、台風でもキリシャの髪が爆発するだけで飛ぶことはないので大丈夫ですよ。そうですね、髪の毛はちょっと、綿菓子になってしまいますが、多分外ではできないと思いますね。明日の朝外ではちょっとできないと思いますが、部屋の中でしかできないかもしれません。それで、そのスコットカリオの祭りというのはイエス様の千年王国ですね。イエス様が再臨されて、私たちが敬虔されて千年王国が始まる。その千年王国のですね、予言、千年王国の予言、それがですね、スコットです。ウニさん、委ねる、それも大切なんですね。そうです、私たちはですね、明日のことは分かりません。イエス様もおっしゃいました、明日の心配は無用だと。明日の心配は無用、明日台風が来るかも、来ますけど、来ないように祈ってますが、来ないように祈ってますが、明日の心配は無用、明日の心配は無用ということで、私たちは、心配しなくてもいいということです。なぜ明日の心配しなくていいのか、それは
イエス様が準備されている、イエス様が準備されているということを信じるということですね。私たちは人間の力でどうこうできないんです。ヒットさん、ハレリア、昨日の夜もちょっと放送しましたけど、あ、おはようございます。どうも。昨日の夜もちょっと話しましたが、台風の一番の、まあ、準備、防災の準備、それは祈りということですね。祈りが一番の準備です。もう皆さん祈られていると思います。祈ることが一番安全、祈ることが一番のセキュリティです。それは台風に限ったことではありません。すべてのことですね。すべてのこと、イエス様に祈ることが一番のセキュリティ。ぜひ皆さん、その本当のセコムと言ったらちょっと怒られるかもしれません。本当のセキュリティ、本当のセキュリティ、それは祈りです。そして祈りの中で、ね、祈りの中でこうしなさい、ああしなさいという、そういう導きがあると思いますので、祈ることによって神様は正しい、その導きをしてくれます。カネさん、でも物資は備えた方がいいですか？もちろん、その防災の準備しちゃいけないということはもちろんないですよ。食べ物や水を確保することは、それはいいことだと思います。それはもちろんしていいですが、でも一番は祈りだということですね。祈ることによって一番の防災になるんだよということですね。そうですね。ですから、私たちは人間の力でどうこうできないんだということですね。人間の力で自然をコントロールできません。しかしイエス様は、イエス様が作られた自然ですから、イエス様が作られた被造物ですから、イエス様はコントロールできるんです。皆さん、聖書の中にイエス様がですね、嵐に向かって静まれと言ったらですね、ガリラヤ湖の嵐が静まった記事ご存知でしょうか。イエス様が静まれと言った途端に嵐が止んだんです。で、それはですね、この20世紀でもそれを実行してですね、嵐を沈めた人、雨を止ました人、たくさん証がありますよ。本当なんですね。ですから私たちは神の子ですから、自然界に向かって命じていいわけです。ハヤトさん、最近連休に測ったように台風が直撃するのは人工的なものだからでしょうか。いえいえ、神様が決められていますね。神様が何か理由があって連休に向かって台風を与えているのだと思います。偶然ではありません。偶然ではなくて、それは神様のご計画があるということですね。うこさん、おはようございます。それで、千年王国の記事、黙示録20章に千年王国の記事がありますが、そこにですね、こう書いてあります。天使がですね、悪魔を捕らえ、そして、底知れぬ穴に投げ込むとあります。底知れぬ穴というのは地獄のことではないかと思いますが、そこにですね、悪魔を閉じ込めて、封をする、ね、封をする、つまり、この穴から悪魔が出てこれないように、地獄に閉じ込めるということだと思うんですが、悪魔がそして封印をする、ね、天使が悪魔が出れないように封印をする、
封印っていうの皆さん分かりますか？こうなんかね、こう、まあ、鍵みたいなものだと思いますけど、まあ、そのシールを貼ってハンコを押すんですが、まあ、そういう封印をします。つまり千年間、千年王国というのは千年間です。千年間悪魔が働かないようにする。悪魔が働かないので千年王国は、まあ、天国のような、天国、千年王国が天国かどうかちょっとそこは分かりませんが、少なくとも千年王国は天国のような世界になります。皆さん、悪魔がいないというのはどういうことでしょうか。あ、伊藤さん、おはようございます。今日もイエス様に祈りを捧げました。伊藤さん、はい、ありがとうございます。千年王国ではもちろん台風はないですよ。災害もないし、台風もありません。あ、楠山さん、おはようございます。久しぶりです。お元気でしょうか。楠山さん、久しぶりです。それでイエス様はこうおっしゃいました。イエス様は聖霊が、または神の指が、聖霊が悪霊を追い出すなら、神の国が来た。聖霊が、悪霊を追い出すならば神の国が来たとイエス様はおっしゃいました。それはそのですね、例えば今この私たちの生活の中で、まあ、悪霊を追い出します。悪霊を追い出すと神の国が来るわけです。それは私たちの心の中でも言えるわけです。私たちが聖霊をもらうと、ね、悪霊が出ていく。そして私たちの心が神の国になる。私たちの心が聖霊の宮、神の宮になるということです。それと同じようにこの地球で、この地球でイエス様が来られると、イエス様が再臨されると、悪魔を縛ります。悪魔を縛って、底なしの穴に閉じ込めます。千年間閉じ込めます。すると千年間この地上は、神の国になるということです。つまり千年王国は神の国になるということですね。どういうわけか、千年経ったらもう一度悪魔が出てくるんですよね。そこはちょっと不思議ですが、何か理由があるんですけど、千年経ったら一時的にまた悪魔が出てきます。そして、問題が起きます。戦いが始まります。しかしもう一度悪魔は絞られて、もう一度今度は永遠に地獄に閉じ込められます。そのあたりが何か不思議な感じがありますけど、一度悪魔をですね、地獄に閉じ込めたらもう出してほしくないんですが、どういうわけか、もう一度悪魔が出てきます。そのあたりは黙示録20章を読んでくだされば書いてあります。そして、その千年間は悪魔が働かない。悪魔が働かないと、私たちは本当に素晴らしい世界になります。なぜ今この世界が苦しいか、問題だらけか、なぜ、この世界がね、もうめちゃくちゃなのか、日本がめちゃくちゃなのか、世界がめちゃくちゃなのか、もう世界がもうどんどん悪くなってるか、それは悪魔のせいなんですね。もちろん人間の罪のせいでもありますよ。人間の罪のせいでもありますが、悪魔が働いてるということですね。悪魔が人間を用いていろいろ悪さしてるということです。ケンタッキーさん、精神疾患で仕事ができず保護を支給申請しました。でも働かないのは悪い気がします。罪でしょうか。いや、ケンタッキーさん、精神疾患で働けないのは罪ではありませんよ。それは仕方ないことです。でもケンタッキーさん、イエス様を信じてイエス様のために働いてください。イエス様のために働けば素晴らしい働きができますよ。マグダレーナさん、ハレリア、よくいらっしゃいました。マグダレーナさん、来てくれました。
じいさん、おはようございます。そういうわけで皆さん、私たちはイエス様を待ち望みます。イエス様来てください、イエス様来てくださいと待ち望みます。それをマナノタと言います。英語ではマナノサ、マナノサと言いますが、これは主を来てください、主を来てくださいという意味です。マナナサ、マナナタですね。それでその主がなぜ来てほしいのか、信仰のない人はですね、主を来てくださいとは言わないでしょう。クリスチャンだけが、クリスチャンだけが主を来てくださいと言います。そして主の祈りでは、御国が来ますように、御国が来ますようにって祈ります。ラブタンさん、おはようございます。マグダレーナさん、主イエスよ早く来てください。そうです、御国が来ますようにと祈りますね。御国が来ますように、まさにそれは、千年王国のことではないでしょうか。イエス様来てください、イエス様が来れば千年王国が来る、イエス様が来れば神の国が来る、イエス様が来れば悪魔が縛られて、悪魔が、底なしの穴に閉じ込められる、悪魔がいなければ、悪魔がいなければこの世界はパラダイスになる。皆さん、その原則を知ってください。私たちがいろいろ苦しみに遭うのは悪魔が働いているからだということです。でもなぜ神様はすぐに悪魔を閉じ込めないのか、なぜ悪魔を少し働かせているのか、そこには意味があるんです。この、5000年間といったら、6000年間といったらいいのかな、この6000年間神様は悪魔が働くことを許しています。それは、その救い主であるイエス様が来られ、イエスキリストを信じる者を起こすためですね。人々が、その悪魔の支配の中にあったとしても、イエスキリストを信じて救われる、救われて神の子供たちが生まれる、神の子供たちが生まれる。神様はの目的は神の子供が生まれることです。イエスキリストを信じて救われる者が生まれること。そのためには悪魔の、その働く理由があります。悪魔がいなければ人間はそのイエス様を選ぼうとするそのチャンスがないのではないかと思います。そこのところはもうちょっと、説明が必要だと思いますが、悪魔に支配されている私たちが悔い改めてイエス様を信じる、悔い改めてイエス様を信じて救われるわけです。ですから、結局はイエス様を取るか悪魔を取るか、イエス様を取るか悪魔を取るか、その、十位神による選択を与えているということですね。ラブタンさん、全く関係ないですが、東京は今寒いですか？まあ、涼しいですよ。寒いほどじゃないですけど、かなり涼しいです。でも昨日はもっと寒かったです。昨日はこの上にもう一枚着てましたけど、まあそんなに寒くないけど、やや寒いという感じですかね。そういうわけで皆さん、なぜ神様がすぐに、悪魔を縛らないのか、悪魔を働けないようにしないかというと、それは人間が、この今人口が爆発してます、世界人口が爆発してますが、その多くの人が悪魔を選ぶかイエス様を選ぶか、悪魔を選ぶかイエス様を選ぶか、その機会を与えている、チャンスを与えている、つまり多くの人が救われるための、多くの人が十字架で救われるためのチャンスを与えるために悪魔を用いているということになります。そしてそれが終わってから、
多くの人がイエス様を信じた後、あとイエス様が再臨して、信じた人たちを集める、信じた人たちを集め、そしてサタンを縛ります。サタンを縛って、そして、その穴に放り込みます。そして、そこに千年王国が来ます。皆さん、このこれからの人類のスケジュール、人類のスケジュールを皆さんぜひ知ってください。その皆さんがその神様のスケジュールを知ることがとても大事です。ゆうすけさん、イスラエルに神は働いています。旧牧師はまた放送にダビデの星を右下につけるべきです。イスラエルを祝福すると祝福を受けます。そうですね、以前ですね、あのパソコンで放送している時にはここにダビデの星をですね、あれはミニカムというソフトを使ってやってたんですけど、今はね、ゆうすけさん今スマホでやってるのでちょっとそれができないんですね。あの十字架とかダビデの星とか魚のマークとか、まあ、それをですね画面にこう置いたんですけど、今残念ですけどちょっとできません。はい、そういうわけで皆さん、私たちはイエス様を待ち望みます。神の国を待ち望みます。神の国が、悪魔が縛られたら、悪魔が縛られたら神の国が来ます。ですからイエス様が来てくださらなければ、悪魔を縛ることができません。悪魔を縛るためにはイエス様が来てくれなければなりません。そのためには私たちが、ね、イエス様を呼ばなければなりません。特にですね、イスラエルがイエス様を信じてイエス様を呼ぶときにイエス様が来られます。ですからイエス様の再臨のポイントは、いいですか、これよく大事ですよ。イエス様の再臨のポイントは、イスラエルが救われて、イスラエルがイエス様を呼び求める。イエス様、イスラエルがマラナタ、ごめんなさい、ちょっと忘れましたね。皆によって来られる方に祝福あれかな。イスラエルの人たちがですね、皆によって来られる方に祝福あれという言葉があるんです。それはイエス様のことですね。皆によって来られるというのはイエス様のことなんですが、つまりイスラエルがイエス様を信じるということですね。はい、野田さんいらっしゃい。イスラエルがイエス様を信じたときに、イスラエルがイエス様を信じたときにイエス様が来られます。ですからその条件、そしてスケジュール、皆さんが理解して祈ってほしいと思います。ぜひ皆さん、今終わりの時代ですから、しっかりとその神様のスケジュールを理解しましょう。はい、それでは明かしタイム行きましょう。イエス様を信じて、あ、イエス様が来られたら神の国が来るんということが分かった。イエス様が来られたら悪魔を縛るために、神の国が来るということが分かった。イスラエルが救われたらイエス様が来るということが分かった証。スタート。この世界が悪魔がいるために、悪魔がいるためにこの世界はめちゃくちゃだということが分かった証。スタート。多くの人が苦しいのは悪魔に苦しめられているということが分かった証。スタート。はい、マロンさんおはようございます。ハロウィンは悪魔の祭りだと思った。そうですよ、ハロウィンはお祝いしないでください。
マグダレーナさん、すべての憎しみや争いがなくなりますように、アメン。ゆうすけさん、エリー・コーヘンさんとベン・アミン・ロニー教授とフェイスブックフレンドです。神の祝福がありますね。明かしないでしょうか。明かし、明かしはないでしょうか。明日の朝は恩田川でお願いします。恩田川危ないです。毎朝賛美歌を歌っています。素晴らしい、賛美歌を歌っています。ジュデオンさん、不思議の結婚式をしたら地獄行きでしょうか。信仰で歩まないと地獄ですね。信仰で歩まないと地獄です。ゆうすけさん、ベン、アミー、アミン、ロニー、シロニー僕教授はヘブライ大学の著名なユダヤ人 教授です。日本語研究者。あ、そうなんですか。ベン、アミー、シロニー教授。あ、そうですか。じゃあ日本語はできるということですね。ユスクさん、ベン・アミーさんはクリスチャンでしょうか。クリスチャンでしょうか。教えてください。オイラ無職だけど霊的には社長だぞい。はい、ちょっと今日はコメントが、証が少ない。ジデロンさん、やはり日本は台風で浄化されるべきでしょうか。まあ台風では空気は、確かに上空の空気はきれいになりますが、それは霊的な問題ではありません。ただ霊的なことを表している可能性があります。霊的なことを表している可能性がありますね。ユースケさん、キリスト教の研究もなさっているのでクリスチャンかもしれないです。天皇の研究者。ああ、そうですか。じゃあ、イスラエルと天皇の関係を研究しているんでしょうか。天皇制がですね、天皇制がイスラエルから来ているという考え方がありますね。吉沢さん、ハレルヤ、アメン。
イエス様のおかげで毎日がハッピーライフ、ハッピーホームです。台風はイエス様を信じようとしない日本人への神からのメッセージだと思いました。それはあると思いますね。昨日の夜やりましたけど、災害の目的の一つは私たちが祈ることですね。イエス様に祈るために、災害を通してその人間的な防災だけではなく、祈りなさいと、祈りなさい、神様が祈るチャンスを与えている、神様が祈るチャンスを与えていると思います。はい、それではファイナルメッセージいきましょう、ね。ファイナルメッセージ、ニュースを見るとですね、本当にもう嫌になるほど犯罪やスキャンダル、虐待、殺人がもうニュースでいっぱいです。もう本当にそのますますなんか増えてるような、ますますこのモラルが低下し、悪くなってる感じがします。でも聖書にそういうのがあります。聖書にですね、ますます世の中、終わりの時代はますます悪いことが起きる、悪がはびこる、悪がはびこると聖書に書いてあるんです。ですから皆さん、そのニュースで悪い事件が起きるのはもうそういう聖書でもう予言してあります。ですから驚かないでください。世の中ますます悪くなるんです。つまり、悪魔が働くということですね。なぜ終わりの時代に悪魔が働くかというと、理由があるんです。それはですね、悪魔はですね、その、穴に閉じ込められる、縛られるということを知っているわけです。つまり悪魔は自分のですね、自分のその運命を知っているために、悪魔は暴れているということですね。悪魔が暴れている、それは悪魔が縛られて、ね、最後には地獄に落とされることを知っています。ですから悪魔は、そういう自分の最後を知っているので、それで暴れているということです。この終わりの時代、世界が悪くなるのは、悪魔が暴れるということです。しかし、神様はその悪魔が暴れることも用いて神の働きもするということです。ぜひ皆さん、この信仰的な目で世界を見て、また自分の人生を見てください。世の中にはそういうことを教えることはできません。世の中はそれを知らないからです。世の中は何も知らないのです。世の中は闇であり無知であり、世の中は全てが偶然と思わされています。それは悪魔の、欺き、悪魔の欺きで、多くの人は騙されて、闇の中を生きています。しかし皆さんはこの放送を通して真理を知り、あ、そうなんだ、悪魔が暴れてるんだ、もうすぐイエス様が来て悪魔を縛るんだ、そうすれば神の国が来る、そうすれば神の国が来るということを知ったんですから、ですからぜひ皆さん、イエス様を信じて神の国を待ち望みましょう。イエス様は近いと言われています。私はすぐに来る。皆さん、イエス様を待ち望みましょう。私たちは台風のこともイエス様に祈りますが、神の国が来てほしい。神の国が来れば台風もないし、殺人もないし、貧困もないし、虐待もないし、戦争もありません。核戦争もありません。ですから根本的な解決、根本的な解決はイエス様が来て神の国を作ってくださること、神の国が来ること、これが根本的な解決です。
人類の根本的な解決、それはイエス様が来て神の国が来ることです。招きをしましょう。今日の放送で何か分かってきた、世界が分かってきた、人生が分かってきた、この世が分かってきた、そうか、悪魔が暴れてるから、嫌なことがあるんだ、悪魔が暴れてるから、事件が多いんだ、やっと分かった、自分が苦しんでる理由が分かった、自分が悩んでる理由が分かった、どうすればいいかが分かってきた、イエス様が必要なんだ、イエス様が必要なんだ、分かってきた、これからイエス様を信じて、罪を悔い改めて、悪いことをやめて、悪魔と立ち向かおう、イエス様が来るまで、イエス様が来るまで信仰で、悪魔と立ち向かおう、祈りと御言葉と神の愛で、悪魔と立ち向かおう、そのように思う方、決心する方、アメンと言ってください。そのように思う方、決心する方、アメン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 。天のお父様、感謝します。もうすぐ台風が来ますけど、日本を守ってください。台風が、右に曲がってコースを変えて日本に来ないように、イエス様、御心ならば台風が来ないようにしてください。日本を守ってください。日本は何も知らないのです。日本はあなたを知らず、真理を知りません。どうぞイエス様、憐れんでください。日本を憐れんで、日本を悪魔から守ってください。悪魔は日本を滅ぼそうとしています。悪魔は日本を滅ぼそうとしています。日本を守ってください。日本を、悪魔から守ってください。イエス様、来てください。日本に来てください。日本に来てください。イエス様、どうぞイエス様、日本に来てください。日本に来てください。イエス様、日本に来てください。そして日本を守ってください。日本が神の国となりますように。本当の神の国、イエス様を信じて悪魔を追い出し、本当の神の国となりますように。またアーメンと言った方々が心の中にイエス様が来られて、イエス様を歓迎しますので、心の中が神の国となりますように。心の中が悪霊が追い出され、神と国となりますように。イエス様、悪霊を追い出してください。悪霊を追い出してください。イエス様、お願いします。イエス様、感謝します。私たちには希望があります。神の国の希望があります。永遠の命の希望があります。どうぞ苦しんでる人、悩んでる人を救ってください。平安がありますように、救いがありますように、癒しがありますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。それでは、まだね、雨降ってませんが、今日一日祈ってください、ね、台風のためにも、また再臨のためにも祈ってください。一緒に祈っていきましょう。しばらくです。イエス様が来るまでしばらくですから、忍耐を持って祈っていきましょう。ありがとうございました。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、良い一日を、良い一日を。シャローン、シャローン、シャローン。